連続奪三振。荻野の打球はレフトの前に落ちない。取ったか、三振。伊藤これで空振り。最後も決め球のスライダーでした。ファイターズの先発よね、マーティン似てますね、はい、打球はレフトへ、伸びはありません。ワンアウト、見送り三振。伊藤これでプロ初登板から21イニング連続奪三振に、真っ直ぐで行きました。詰まった打球、センターかレフトか、西川が取ります。スリーアウト。伊藤が追い込んでいます。そしてこのスライダー、マシンは23です。岡はライトの右か、ライト大田大志追いつきましたなと思うんですよね、はい、ショート深いところ、足の速い荻野ですが一塁アウト。スリーアウト。ファイターズ少なくてうまく打てたっていう時の方が当たるんですよね、はい、ここは打たがせのね、審査員さんいないですよね、はい、はい、中村翔吾はまっすぐでいったアウトサイドいっぱい、見事なコントロール伊藤です。4回のマリンズ0点です。ピッチャー取った、二塁送る、一塁転送、ダブルプレー。打球はセンターへ、センターゆっくり下がって追いつきます。スリーアウト。菅野ランナースタートを切る、空振り、二塁へ投げる、引っ張った、三遊間よく取った、サード氷、ファインプレー、三振。また高めの空振り三振。セカンド正面、二塁ランナーは三塁を進みます。最後の力を振り絞るルーキーの伊藤、バットが回った、最後はスライダー。岡三振でスリーアウト。